はい、こんにちは、こんばんは、シャリです。浦和レッズ、監督、キャリアモードやっていきたいと思います。えー、今日の対戦相手は、んあのカシマントラーズです。はい、あのカシマントラーズち。ちょっとなんか大事なことっぽく2回,2回言ったけど、はい、特に理由はありません。で、なんかね、田中達也からメールが来てる。 最近とても調子がいいですし気分も乗っていますからおかしませんでは控えに回りたくないはい、えー、もうこう言われたら出すしかないよね監督は実際なのに現実でこういうことあんのかな選手から次の試合は使ってくれみたいなでもちょっと君 <laughs> ちょっと <laughs> 疲れてないまあでもいいか疲れてるけどじゃあちょっと使いましょう誰とか言おうかな タラパタツヤやっぱでもウィングバックの方がいい気がするけどでもどうしよう。まあポジション的で CF ついてるからタラパタツヤシャドウで行くか。でトップユンカー疲れてるんでちょっと久しぶりにコロキさん今シーズン初スターメンですよね。でボランチ2人も疲れてるからもうちょっと一応2シボランチ試す。2シ足遅えな。 小泉ちょっとね、ベンチがね行が結構迷ってるんだけど、まあ、替えが利かないんだよね、正直。まあ、いいや。結局、西も、ちょっと小泉、えー、休んでもらおう、今日は。で、しまっと、芝頭と平野はまあ、途中で交代。まあ、糸がつき、出す懐かすためんで、これでいいね、全然。どうせなら、一番後ろもなんか変えようかな。疲れてないけど。うん もう言わなめゃなくてじゃあちょっとマッキーの出してでもちょっと見たいな酒井休んでもらうまあ多分た井ねあの代表せっちゃうんでちょっと休んでもらうかいやでもさすがに酒井ベンチに入れとこうはいでちょっとこの木下もなんか使いたいからユンカはほ結構疲れてるんで木下入れて、まあ、結構入れ替えてやりたいと思いますはいでも田中達也は、まあ、出たいって言ってたからね出そうか で、相手は、えー、鹿島。スタメンがこんな感じですね。えー、ウェラウドがトップ。でもなんか実際の試合だとウェラウドあんまなんかゴール決めてないって、でかあんま試合出てないよね。最近で鹿島で今一番点取ってるのね。多分荒木だと思うんだよね。あの若い子。やべえ、ちょっとタイミングフィニッシュをこれいう練習しないといけない。スロー。俺は結構スローが遅いんだよな、オスナは。 あ、これちょやっと気持ちちょっと早めに押した方がいいね。あおい、ちょっとゲージ出してくれよ。OK、OK。これはちょっと早いっ,てやっぱこのタイミングフィニッシュを極めなければいけない。<laughs> はい、これは誰だエベラウドかな多分エベラウド。アルテル海旗海旗。アルテル海旗。これ多分エサかだね。 髪型でね、やっぱ判断した方がいい。で、なんか結構前の方に密になって集まったね、レッツアポ。あれ、叩かれちゃう。はい。満席ですね、スタジアムは。アウェー、鹿島のホーム。ジェリーグのちゃんとね、ちょっと流してほしいよな。海外のチームあるんだけど。で、前でもなかったっけ浦和レッツーってなんか言ってる、ちゃんと。 ないか気のせいだ多分お前をラッキーですね今んところあとねシゲに今立ってるのでこのまま順調に勝っていきたいだってパス危ね危ね結構前から来んないや俺ちょっとあれ江坂君にあと外したんだけど秋元のこ行っちゃったねまあまあしょうがないしょうがないせリかでナイスキープして OK まあね、今シーズン初めて結構出る人がいるから。今向いてい坂、坂いいね。相手元に出して、あ、まあ、そっち足がかかってね。誰誰どうかわかんねえわ。エベラード怖ねえな。まあでも、ちもちろんショルツとかいるからね。ショルツ、牧野、デン。 デン多分ね、てか今シーズンほぼ出れてないから、来シーズン多分ね、どっか行っちゃうよね、絶対。なんか、かわいそうな気もする。えおい、勝率、ちょっと、もうごめんごめんって今手上げてるけど。西川怒ってるよ。おい、スルーするす、ね、危なこれはナイスキーだね。クリア。オッケーオッケー。 これ誰レオシルバーかなわからんわ。こう、後ろから繋げます。結構なんか相手前から切ってうまくビルドアップができてない。やばいシュートコースを切って。いや、西川は神。マジで FC 西川だ、今のところ。取ってくれよー、通らんか。シュートコースを。 で、オッケーなハイプレスに弱いんだよな、俺。お、でもこれ、簡単いけるぞ。こんじゃないこれ。中に餌か通ってくれ。通らんか。あいや、まだるまだるまだ。助け、ナイス。イス走ってくれてると中つやがいや、ちょっとパスが強かった。いや、今。あと欲しかったんでか。お、またちょっと色、色藤、伊藤いいね。 なんかでも伊藤敦樹と呼びたくなっちゃうよな。伊藤、伊藤、伊藤敦樹。西大吾もやっぱなんか西大吾だよね。西ってなんかあんまなんか呼ばない気がすんな。西大吾西。西大吾西。西川はやっぱ西川なんだよ。西川周作、西川周作でもいいな。牧野智明ってはもう100%なんかみんな呼ばないじゃん。みんな牧野、牧野やん。何なんだろうね。名前あるよな。 西勝ったろ神危ね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 これカウンター行きたいけど今日ちょっとマジでカウンター行けないですかわし走ってくれ。いやダメだ。今日ちょっと全然攻めいてない。箇所のハイプレスにね。何もできずにいる。ナイス、いいぞ。走る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 。西押せけど、パスはいいか 走れ走って走ってたの関根かもうけおけおけもう黒下げるしかねえわいやちょっともったいないが一回ちょっと貯めてゆっくりやればよかったかいやうまいなこれ誰かまらんの入れて餌かからいやあごめん出せたわ箱目いやもう今日まずいぞ 全然ボールが回せない。てか、俺が下手くそすぎる。縦切れ。縦切って。ナイスすぎね。大丈夫終わってくれ。いいよ、いいよ、いいよ。この大事は3対2。オクロン。プロキシ使いて。決めていやー、こう、プロキシン決めてくれよ、それは。マジか。いやー、決まったと思ったんだけどなあ、そうだね。 FIFA は最近やってて、分かったことがある今作の仕様。あの、ファーへのクロスに弱いね。ファーのクロス弱いみたいに結構狙っていきたい。そうすれば、なんか、相手ディフェンダー、コンピューターがなんかね、結構ね、甘い対応するから、ヘディングで決められるって時が結構あるんだよね。だから、それをうまく狙っていきたい。ねちょっとアキったから、く使えなかったな、今回。走ってくれてたんだけど。 俺がちょっと全然見えてなかった。ちょっと田中達也はさっきでも見た感じ結構疲れてたから、変えようかな。あやばい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 。あ、オフサイちょっとここで、ちょっと前半始まってすぐだけど、田中達也は変えよう。で、誰入れるかって話なんだけど、どうしよう。<laughs> どうしよう。ゆるっき。 ユルキにするかあれ、これを探した。ユルキを、えー、と右シャドウに置きます。で、サッカーを,あゆるきを左シャドウで、エサカーを右シャドウに置く。ユルキウィングバックにさせるいやでもやっぱ秋元だよなウィングバック。バスタミナルから。西の私にしの縦パスからの。 エ坂に渡ってエ坂がエ坂が決めるとオッケーエサッカー当たる今シーズン3点目かよしよしよしほんとこれでこれエサカだよねさすがにボール選手間違ってないはず顔が似てないからマジでね誰が決めたかとかマジでわかんねえ背番号見えなかった時ねほんとに誰が決めたんだってなるからじゃあ俺がねだ コール決めた直後に、あの、誰か、おー、誰かナイスーって言わなかったら、の精子分かってないってことだから、ちょっとあの、そこのところ、ご了承ください。なんとなく分かるからね、でも。江坂と、あ、カミだね。小泉は分かる。伊藤敦もなんとなく分かるわ。関根、まあまあまあ、番号見れば分かるか。 新加入選手でか、昔から言えなかったね、人の背番号ね、僕までちゃんと覚えてないんだよね。あの、関根41はなんか覚えてんだよ。あと、なんだ餌か33もなってなんかわかるな。ここ、心臓さん30も、わかりますね、さすがに。あ、これでも、いや、惜しい。でんいやー、ちょっと軽い対応でしたね、今。 エベラウドやっぱでも海外の選手は似てるね。エベラウドめちゃくちゃ能力値高そうだもんな。75とかあるんじゃないいや、俺が出したのがいけなかったか。いや、ダメだ。取るしかない点を待ま、でも、交代します。てか、交代申請しておきます。で、 した。ちょっと使おうか。誰にかエサかー、ちょっと買いたくねえな。エサか、スキルムーブ4なんだね。すげえ。もう、責任くん、逆足4だ。これ全然見てなかったね。それは。マキの逆足4。前からそうか。ちゃんと見てなかった。おい。今の平野、ちょっと足したいけど、まだいっか、やっぱ。まだやめとこう。 これはゆるきに通してああいうこと上がれ上がれってでも上がっても無理だなあマキの左ストッパーにすればよかったねちょっとミスったいいよ吉 <laughs> 野さんにあ預けてるけどちゃんと戻っておっ脇本にこれは通んじゃないいや欲しい やる気走れだったよ。お前、お前から行け、お前から行け。取れるぞ。ナイスナイス。そのとりに渡して。渡して、江かが決めるぞ。素晴らしい。江か2点目。いやー。すごいな。現実でもね、なんかめちゃくちゃ活躍してるからね。なんで恨んで来てくれたんだろうってのがやっぱちょっと気になる。まあでも、柏のエースはもう行っちゃえば。 またたた行きかかったのかなーーも僕のなんかね知り合いがね、なんか、え坂になんかどっかで会ったって言ってたんだよね。なん江坂で写真撮ってて、おぉ、すげえと思ったね。あの、柏の時ね、何年前か、1年ぐらい前かな。から写真見せてきて、かっけえっつって、んめちゃくちゃイケメンって言ってました。なんか最近の列、やっぱなんかね、イケメンを揃えてる気がしなくもない。 分かんないなそういうわけじゃないかでもトラデサッカーかっこいい夜るくんもかっこいいでやっぱ一番一番人気誰なんだろうなでもやっぱ男から見るイケメンと女から見るイケメンはちょっと違うのかもしんないでもちょっとウラレッツ何ビッセルコビがでもなんかねやってたんだよねあのー、結婚したいランキングみたいな やってなかった。なんか、イベントみたいので。でもやっぱね、選手の人気順になっちゃうんだよね、シンプルに。かっこよさ、投稿しにくくて。だから結局、イニエスタが1位になるっていう。だからまあ。でも、裏側でやったら面白そうだけどな。もう俺だったら、ユルキに投票するね。でもこれ、江坂の発動力かんじゃないいやー、足を背しかパスコらね。あともう、ちゃんと試合を。 ローズするだけよどクリアしてまひろまひろもう今日休憩ゆっくりゆっくりゆっくりコンピューター相手にちょっと時間を稼ぐ前から来てるわ怖えやめて <laughs> やばいやばい気がしてきたいや大丈夫大丈夫大丈夫です大丈夫です俺はこの電を操作してああおい 審判だけいや、これラストプレイだな。相手ゴールキーパー上がってくるぞ。上がってきてねえわ。誰エブラードエブラード見とく。オーケ k OK, 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 OK. 前にクリアして。ピーッ。ピーよーしよしよし。2対1。いやー、ちょっと順調ですね。選手を結構入れ替えたが。 勝利を収めることができました。非常に良かった。最後にという、ちょっと行かないし、面倒くせえわ。はい。で、なんか、田中達也からメールが来てるね。交渉はもう少し、上まくいけな気がする。そう思われ、気を付けていけるとでました。 いや、もうちょっとやっぱね、あのー、疲れてない時にそういうこと言った方がいいよ。<え>ちょっと、それをね、ちょっとチャットで送りたいけど、<laughs> 送れなかったね。はい。次の対戦相手はどこだちゃんとね、次は一週間組んで。清水だ、清水。まあ、清水、ロティナ監督。まあ、僕の好きな選手は、清水で言うと、まあ、金子翔太。今いるかいるかな多分いると思うんだけど、ここも。 はい。怖いね、清水。ちやこさんたらとかなんか、やばそう。で、最後にじゃあちょっと順位表確認して終わりにしましょう。川崎、湘南、FC 東京、神戸が負けてないね。川崎やっぱ強えなー負けてないもん,、うん。で、なんか湘南が負けてないんだよね。意外。FC 東京は多分外国人選手がすごいんでしょう。はい。 森重とかもね、全然いいからね、はい。あと、ウィステル神戸も、ウィステル神戸とあれだ、FC 東京一試合未消化だね。ちょっと消化するまで進めてみる。あ、進んだ。あれ川ワ、ウィステル神戸が順位落ちたってことが、FC 東京とウィステルため戦って、FC 東京が勝ったのかな。はい。前、ま、はあ、ね、じゃあジャージュは東京と並んでいます。 まあ、失点、さっき、今シーズンめ初めてしたけど、まあ、得点9、失点1で、全然悪くないんじゃないかなと思う。コフが得点10、失点9で、なんかちょっと面白いね。えじゃあ、今回はこれで終わりです。あんた、終わりじゃねえわそれ。得点ランキング見よう。エサが決めたからね。4ゴール。えディエオリウェイラー、キュラタ、大阪、カガト、コロリ、コロリ、誰これコロリ。あ、コロリってなんかいたな。 今シーズン、なんか夏入ったやつでしょ。はい。芝田はなんか3号力に行ってますね。はい。得点ランキングこんな感じです。アシストランキングも、はい。長谷川達也。L、あ、これ、あれでしょ、大陸じゃない、多分。大陸 LU にして誰か言ったかんね。あといい、ね、インスタートあたりが乗ってますと。はい。じゃあ、今回はこれで終わりです。ご視聴ありがとうございました。